ゆうのややさんどうもです。えー、かぶさん、今日でっかい蜂に2匹も会いましたよ。すごく大きくて、物に当たった音も、ボンって音がしてましたよ。太っていたようなぷくぷくの蜂でした。蜂は怖いから遠回りして歩きました。何蜂かわかりません、わかんないですけど、飛んでる音も大きかったですよ。うん。なんでしょうかね。スズメバチのような感じもしますね。なんでしょうかね2。2匹いた。うん。なんだろ、う。あのー、 細長い感じでしたかねそれとも丸い感じでしたかね丸いと丸花橋とか熊橋の可能性があるんですが、あの長い感じだと三、まあ、橋の可能、あえっと、鈴、えー、橋の可能性もありますね。あとは、アブの可能性もあるので、まあ、あの結構似てるようなアブがいたりとか、あとは、あの大須賀島とかっていうガダッガタリねっていう可能性もあるんで、ちょっとどんな虫なのか気になりますね。 うん。え、かぶさん、宇宙飛行士の古川さんの乗るロケットも打ち上げが26日に延期になったみたいですよ。延期が続きますね。26日打ち上げられようといいですね。27日は、日本の月探査機ロケットも打ち上げ予定なんで、注目の2日間ですね。うん。本当に注目ですね。でも26日に延期になったんですね。これは天気の影響とかでしょうかね。 えー、カブさん、えー、ヌーディストビーチ行ったんですね。えー、どうでしたか何か変わったものは見られましたか男女ともですかすごいですね。アダムとイブっていう感じですね。いや、これがね、えー、男女ともにでしたよ。うん。でも、アダムとイブっていうような、そういうロマンチックな感じとは裏腹で、ぶっちゃけると、うん,うんっぽい感じでしたね。はい。その真相はまた今度お話ししたいと思います。 えー、サラクレさん、こんばんは。今日も終日晴れでした、えー。本日8月25日は東京国際空港開港記念日です。えー、1931年のこの日に羽田空港、東京国際空港が開港しました、えー。最高気温が33度でしたということらしいですよ、今日は。うん。 そして、カブサン・マザードリラさんへ、路線バスにおいて車椅子で乗車したら乗客から邪魔だと言われてしまったことがあるんですね。これはとてもひどいことであり、許しがたいですね。最近知りましたが、日本はバリアフリー対策は世界的に見ると結構進んでいる方のようで、海外からいらした方が驚くことも多いようです。もちろん完璧ではありませんが、今後も少しずつ改良がなされていくものと思われます。子供の声がうるさいとか、車椅子が邪魔だのなどの苦情 はっきり言って自分勝手としか言いようがありません。うん。あ、これ日本に関しては設備面よりも人々のマインドや寛容さに課題があると思います。 こういう理不尽なことを言う人が一定数いることが日本で、理由で、日本は、え、子育てや、何か持病などをお持ちの方が生活しにくい国ということだと思っています。え、こういう発言は人権侵害にも当たると思うんで、え、こういう暴言を言うことそのものを法律で禁止し、え、違反をしたら、え、罰するくらいのことをしないとなかなか解決できない問題かもしれません。え、10歳の息子さんに公共交通機関の乗り方について、いろいろと教えて ていらっしゃるのはとてもいい取り組みですねもし列車に乗ってどこかに行かれる機会があったら駅での整列列車の乗車の仕方についても覚えておくと色々と役に立つと機会が多いと思います仙台駅から各地に向かう jr の在来線の場合成績線と成績東北ラインを除いてどの路線も列車によって 2両、4両、6両編成の列車があり、両数が統一されていません。各ホームにある電光掲示板でこれから乗ろうとしている乗車は、列車はどこの搭乗口に並べばいいのかを確認できるようになっているので、まずそこで確認をした上で指定された乗車 出口案内の番号に該当する乗車口を探して並ぶことを習得すると、テストをスムーズに使用しやすくなります。ぜひやってみてください。日本のテストに関しては、デッキが付いている新幹線や特急列車を除いて、列車内での 携帯電話話での通話は禁止となっています新幹線や特急列車に関しては、デッキ部分のみ通話可能です。また、優先席付近では、車内混雑時には、携帯電話の使用そのものが禁止です。かつては空いている時も含めて禁止でしたが、緩和されて混雑時のみ禁止です。列車に乗ると車内のアナウンスで、優先席付近では、混雑時には、携帯電話のおお電話でお切りくださいとアナウンスされています。優先席以外のエリアに関して はは携帯電話の使用は可能です音楽を聴く場合はイヤホンの使用は必須。パソコンを操作する場合はキーボード普打つ音をなるべく小さくするの配慮が必要です。そんなこともあるんですね。かまさんに質問です。ベルリンのテストやバス内では、携帯電話の使用ルールはどうなっていますか通話禁止されているかどうかなど違いについて解説をお願いします。えっと、携帯で電話している人は普通にいますね。 うんまあ、禁止になってるかどうかはちょっとわかんないんですけども、まあでも嫌な顔してる人はたまにやっぱりいます、うん。ただ日本よりは厳しくないかなっていう気がしますね。で、パソコンのキーボードを打つことでう、うるさいとかっていうのは、これはちょっと異常なレベルかなって感じますね。さすがにそういう人はいないですねあの、うん。それで文句を言ったりするっていう人はあのまずいないので、うん あと、普通に大声で電話してる人もね、かなりいるので、うん。まあ、電話自体は多分禁止かどうかわからないですが、まあ、んまりこう、まあ、良くはないと思うんですけど、まあ、普通にしてる人は、まあ、いるので、うん。まあ、そんなにはあれかな。うん。あとね、音楽とかも普通にこう、流してる人いますよ。うん。なんか、それでいい,音楽いい音楽だったりすると、踊り出す人もいますね。うん。周りの違う人でね。 うん、なんか誰かが音楽流すとその曲が良かったりすると他の乗客が踊り出したりもしますよ。うんまあ、結構そういうところもなんかあったりします。うん、でなんかもし出会った場合はあの自分から離れたりする人が多いですね。うん そして、緑のカニを見つけた海岸はオスタンド近郊でしたが、そして今回撮影されたエリアではヌーディストビーサとはですね、日本にはこういうところはどこにもないので、知らずに行ったら気分が悪くなったりする人もいるかもしれませんね。フランスににはビーチに加えて 全大リゾートホテルまであると、そ,そうなんですね。気になりますね。法的に認められている以上は問題ないですが、日本のように例外なく禁止されている国から来たらカルチャーショックレベルですね。うん。あの、なるほど。これ、全大リゾートホテルなんてあるんですね。うん。ぶっちゃけね、あの、今回僕が見た、あの、ヌーディストビーチ初めて見たんですけど、なんかね、アウストラロピテクスみたいに見えましたね。みんな、なんか。うん。 なんかね、原始人っぽい感じ、エロティックな感じというか、みんなね、もう水着着ないで、なんかこう、そういうこう、自由になりたいっていう、そういうイメージですね。なんとなく。うん。エロティックな感じはもう全然なかったです。逆むしろ、むしろ逆で、あの、原始人っぽい感じがしましたね。うん。あの、ホモ・サピエンスみたいな感じでしたね。ほ、当に、本当に。うん。あの、そういう感じがありました。うん。 よううさんんんどうもです。カオ君こんばんは。今日は、えー、仕事済みだったんで、ちょっとだけ私は気になった話を、えー、先日 o s 1 8という忍者熊が駆除された話をしましたが、東京の〇〇というジビエ料理店で料理として提供されているらしいです。え そうですね。そってびっくりなんですよ。<laughs> 人は襲ってないんで安心してくださいって案内書があるとか。うんえー、自然の説理ですし、北海道では駆除した動物は確かに食べる習慣はありますが、えー、中途半端な性格のようちゃんは心が微妙になっちゃって、確かに。僕もなっちゃいましたね。ちょっとカブ伎に話したくなったので、ね、ごめんなさいね。世話ね。弱ってびっくりなんですよ。うん。えー、でも、なるほど、なるほど。えー、ちょっと気になっちゃいますね。でもねえ ちなみに、どれくらいのお値段はどれくらいだったんでしょうかね。うん。熊のお肉って食べれるんですね。なるほど。うん。そういうことらしいですよ、なんか。うん。なるほど。ちょっとびっくりしました。うん。 びっくりポンポンですね。空かやさん、お天気関測お疲れ様でした。久々に、えー、虹が登場ですね。うん。こうしばらくお見かけしなかったんで、えー、ご無沙汰ぎりですね。いつかまた森山直太さんの虹の演技もまた見てみたいものです、えー。バスに関しては一体何が起きたんでしょうか うん、ストライキで一部運休とか発生でしょうか雪,雪先表示が変なことになった理由は一部区間の運休とかですかそれと工事が終わったところの部分、うん、日本ならば手抜き工事と見なされそうなことになってますね。それでも中国よりはまだマシといったところだと思いますが、つまずくなど怪我のリスクが出てくるんで、こういうところをきちんとやってほしいですね。うん、あとね、 あのー、結構、街中のグランプラスなんかっていうのは、まあ、グランプラスっていうのは何だう、結構、の街の中心たりって、欧州ってね、結構どこもね、レンガでボコボコしてるんですよ。うん結構だからね、あのつまずきやすいですよ。うんだからね、歩きやすいかって言ったら、まあ、結構ボコボコしてるんで、危なかったりしますね。うんなんかそれよりもロマンチックさを重要視してるっぽいですね。うん 普通の道路なんかはね、結構こう、ね、フラマン、まあオランダオーケンでは特にこう、平らなとこ多いんですけども、結構ボコボコしたりしてるところも多いので、自転車が走りにくかったりするとこも結構あったりしますね。で、バスに関しては、あの、昨日ね、あの、行き先の、行き先と番号がもう、しっちゃかめっちゃか全部なってて、うん。あの、例えば三番、三番線の、に、えーの、3番線がね、 全然違う行き先になってたりとかしてて、間違って乗ってきた人が、え、なんでこうなってるのっていう事態発生してましたね。うん。そんな感じで、結構昨日適当な感じがありましたね。なんかトラブル発生なのかもしれないですね。うん。まあ、まあトラブル発生ですね。うん。まあでも結構昨日のトラブルは珍しかったらしいですね。なかなかないらしいです、あんなことは。うん。 えー、藤原うま子さん、よろしくお願いします。カブ君陸上フィギュア、公開練習ありがとうございます。今日はテレビ画面で見ています。しっかりはっきり見えました。えー、つなぎの練習なんですね。音にしっかり乗っていて、見応えがありましたよ。えー、真剣に、そして楽しんでいましたね。なかなか面白かったです。表情のカブ君もたまに見たくなりましたよ。かんぱってね、応援をしています。ふれふれかカブ君。ただいま、日本は世界中からおバカに見られて、あ、 おばかり見られてるようです。トップがとんでもない。懐かしいです。え、日本マリオはどこへ行くです。うん。カブ君毎日ありがとう。またね。ちょっとね、今回のこれ、原発の水のことですよね。まあ、正直ね、ちょっとね、あのー、まあ、怒ってるし、怒ってる、うん、怒ってるのかな。うん。怒ってるし、なんか失望な感じですね。がっかりみたいな感じになってて。 うーんなんかでもね、フランスなんかではもっとなんかね、あのー、濃い濃度のものを出してるっていう話はしたんですよ、僕ね。でも全然なんか、そんなことをね、全然ちゃんと言ってないらしいですね。だから都合のいいところだけは言ってないらしいですね。うん。あのー、そういう感じなんですよ。うん。陸、あ、表情ね。表情でもね、ちょっとやる気が出てきた感じもあるんで、うん。交互の期待ということで、うん。 えー、島村城さん、よろしくお願いします。カムさん、こんばんは。えー、ビルギーや福島の原発の処理水の排出に対して否定的な、えー、報道がなされているんですね、えー。日本はヨーロッパの基準値の10分の1以下の放射能を含んだ、えー、排,出排水しか排出していません。うん、フランスやイギリス、えー、中距を攻めず、日本ばかり攻めるのは片手落ちですね。えー、日本はデータを示して、えー なんとかレネラティな避難を打ち返していきます。うん 入れなっていいでしょ入れなっていいのかなを打ち返していきます。え、在来法人の方に入れなき避難が行くかもしれないのは申し訳ないと思いますが、福島の配慮が非常に難しいので、当初工程大幅に遅延することが予想されてですね、その間、処理水が大量に発生すると思います。今、処理水を貯蔵しているタンクも、えー、年劣化して漏えいするかもしれません。そうしたリスクを軽減するためには、環境の良い,い、環境の、えー、 に影響のない処理水を管理された状況で排出し、タンクを少なくすることが大事だと思います。まあ、こうした論点で報道しても、視聴率が稼げないんでマスコミはやりませんが、何が本当に安全なのか報道してほしいです。まさしくその通りなんですよね。うん。そういった安全性とかの部分は全く言わず、ぶっちゃけると、欧州の人たちの理解っていうのが、もう原発のね、その水を もう垂れ流してるっていう印象なんですよね。これ本当なんですよ。うん。で、昨日もバスの中で、あの、そういう、こう、なんか、ラジオね、流れていて、うん。ラジオを流してる人がいて、なんかこう、ああ、やっちゃったのね、的な感じでしたね。えー、日本やっちゃったのね、みたいな。うん。なんか、失望に近い感じでした、ね。なんか、そういうね、うん。かんか昨日、だからお昼あたりかな。お昼あたりですね、日本ね。うん。ね、だからそういった速報が入ってきて、ちょっと、うん。 えー、サラカエさん、練習お疲れ様でした。えー、今日は前半が自宅、後半がインド邸での練習だったんですね。同じ日に前半と後半で違うところ練習,練習して、足の感覚いかがでしたかうん、えー。靴下と床の相性とかも演技で良し悪し影響する可能性もあると思うので、気になるところです。あの、これ実はね、動画が一日遅れてますね。うん。あの、昨日の、あの、ね、あの、オスタンドの動画と今日の動画をこれ組み合わせたんですよね。うん。でもまあ、結構ね、 全然違いますよ、ぶっちゃけ。うん。あのー、まあ、どっちがいいっていうか、靴下とかの相性にもよるんで、まあ、あの、あとは、スピンが、まあ、ちょっと、あの、こっちのオースター、ブルーズの方がやりやすいかな。オースターのやりにくい。ジャンプは、うーん、まあ、場合に、ジャンプーの種類にもよるんですけどもね。うん。 えー、そらくさんも言ったです、えー。同じアジアでも、東南アジアと東アジアでも違いますね。さすがに区別はついていることが多いのですね。ア、えー、アジアでで G7 加盟しているのは日本が唯一なるためアジアのリーダーは実質的に日本となるということになると思います西側諸国の代表格ともいえる G7 の国々の中では日本だけしかない特色もあり異質に思われているかもしれませんが良い面に関しては今後も気にせず今のまで通り日本の道を進むのが一番だと思っていますもうまさしくね僕その通りだと思いますね変に他の国と合わせたりとか別に下だといいんじゃないかなって、ね、思っちゃったりなんかしますようん。 足並みを揃えたりとかね。うん。なんかね、なんとなくなんですけど、なんかバカに日本のことをね、バカにしてるようなね、感じね、たまに受けるんですよね。うん。なんか世界的になんかロシアとかにね、ちょっと甘かったり、うん。なんか日本に結構冷たくな、ね、い、冷たい気がします。なんとなく。うん。あ、レモンミカンさんこちらですねえ。福島処理水の放流は問題ないと思います。世界中で、うん。 展開する中華の反日、日本ただきのロビーカスターは以前からひどいですよ。うん、中国は地獄内部の問題から人民の目をそらして怒りの矛先を政権に向けなために今度は世界中に放流大反対を叫び、えー、マカオ、あの、あ、 香港、コンコンマカオ、北京の日本からの海産物金を言っています。うん。輸出しなってもいいのでは。中国はそれよりインドシナ半島をメコン川は干上がっているので、それをどうするのか。上流にダムをばっかり作って、チベット弾圧、ウイグルの民族浄化、南モンゴルのモンゴル語の禁止などの人権弾圧、民主化を求める人民の行方不明、増器移その他の悪霊は、白を切っていますが、無理が来ています。韓国も中国と同様に、 反日政府が、えー、勢力がいます、うん。反日政治勢力がいます。全員ではないけども。で、黄海や朝鮮半島付近の近辺の方が原発汚水は、はるかに、えー、汚い汚い汚水ですよ。 うん、日本の評判を落とすために、中国は日本を SNS で叩きまくっています。欧米にも左翼系、左翼共産系、特にメディアはそうですから、同じように乗っか,かっかって騒いでいるんだと思いますが、おおむねやっているのは中国人だと思います。えー、中国は相当焦っているので、えー、自分たちの垂れ流し濃度の方がはるかに高いのを誤魔化すためです、えー。日本国内の農協も不安だから、不安だから仕方ないと,言ないとは言っています。政 そうすするとは言っています、うん、被害者ビジネスという、えー、利権、公金躊躇もあるかもね、日本は、えー、中間にたたかれないようにと、とりあえず反対を叫べば、えー、後でゆ,ゆ,すゆすりたかりできるのと、布石を打っているのですね、えー、不安だ不安だと騒ぐと、メディアは便乗しますます不安を煽り、それが風評被害の拡大となります。えー、中国は、えー、それは狙ってるんですよ。実際は中国経済はデたラメみたいですよ、えー。ごまかしているそうですよ。うん で、英国は TPP に加盟しましたが、米中のどちらかが倒れるかわかんない情勢なんで、米国が倒れた場合、日本もわからんと考えたのかわかりませんが、中国首都の AIIB にも加盟を入加入したとか、西欧の日本の評判が落ちるのを生じて、2枚下、3枚下外交をしていますよ。EU は日本と輸出入入をしているから風評に慌てているのでは。日本は信用できない国と悪印象を受けて、つけて、中国は 西欧とと日本を分断させようとしてますね王に私は反日の根源はもともと欧米だと思うけど、処理水を空に巻くより、研究データを取りやすく管理しやすいから放流することにしたみたいです。 なる,あなるほど。どんどん増える処理水を福島の土地に、工作にも保管をしていくのもののもいつまでできるのかな。食料は輸出しなくてもいいから、日本国内でたっぷり食べましょう。中国産、日本近海、列島近海に取った海産物は危険だというなら、中国盗賊船が取ったものも危険だと言えますね。中国輸出しなくてもいいよ。あと、マイナンバーカード AI でも紐付けされると、都内とない都合の悪い人たちはいるんですよ。保証、保険証だけど、 違法に売り買い、悪用している連中がいるみたいです。国会議員が暴露、国会で質問をしてました。長くなりましたが、日本は産業スパイの啓発の取り締まりも強化するみたいです。お掃除進行中ということしいですね。なるほど。うん。はい。というお話でございましたね。うん